はい、こんにちは。三条痕を外せと。こうやって三条痕を外せっていうような出題っていうのは見たことないんですけど、これ、まあ実は学習院のこの問題からの引用なんですけども、まあこれと、まあ、中身が強弱な無理数って言うんですか。これと自体が強弱な無理数とは言わないと思うんですけど、この中身同士が強弱な無理数に、まあ三条痕の屋根がくっついたもの、同士を足して、まあうまい具合に三、自然数になると。で、まあ、例題として、一橋、これも紹介したことありますが、やっぱり同じように中身が強弱な無理数になってて、三条項の N がくっついているものを N 乗同士足すと自然数になることを示せっていう。まあ、要するにこれって、中身が何かの三乗になってるからこそ、三条項の N が取れてる。で、まあ、うまく強弱、中身が強弱だから、そのルートの部分が消えてという関係になってるんで、まあ、一つ橋の問題なんか、これは、実は、考えよければ1たすルート2の3乗になってんじゃないかな、なんていう勘を働かせちゃって、もうこれで見つかっちゃって、もうこれ、あ、見つかったと言ったらもう、それはもう、見つかっちゃって以上文句言えないと。これも、もちろん、中身が何かの3乗の元が見つかっちゃえば、それでもう、おしまいなんですけども、まあ、ただ、こっちはまあ、1たすルート2の3乗ですけど、こっち、まあ、見つけにくいかなと。まあ実は元が分数になってるんで。なんでじゃあそんなんでも見つけるにはっていうんで、まあ、ここの中身が強弱なものを用意してあげると。まあじゃあ、マイナスがこっちだから、じゃあベータにしとこうか。で、アルファの方も用意してあげると。アルファは3乗根、9たす4ルート5と。そうしてやると、アルファとベータの足し算がまあ結果的に3になるんですけども、で、これはまだわからないけど、掛け算は簡単ですねと。三乗根、中身同士別にかけて構わない掛け算なら。そうすると、くく81で割った3の積で引く、これ中身80ですね。そうすると1なんで、1の三乗根は、これ三乗根くっつけても、それは1ですよと。で、アルファの三乗、単独に三乗すれば、それは単に屋根が取れるだけ。で、ベータも三乗すれば、単独で三乗すれば屋根が取れて、で、中身同士強弱になってるんで、無理数部分が消えてくれて、18と計算しやすいと。そしたら、まあ、基本対称式の性質。まあ、この α3 乗プラス β3 乗18っていうのは示せるよと。これとこれで。で、それは α プラス β の3乗引く 3αβ かっこ α プラス β と。で、じゃあ今 α プラス β が知りたいんで、t とでもすると t の3乗。で、これ、アルファベータが1なんで、マイナス3かける1足す t と。が18だから移行して、マイナス18が0と。で、まあ、この三乗方程式がうまく因数定理使って解ければ、それでおしまいで、まあ、一目見た瞬間、3がうまくいってるなと。で、そしたら相方は t の2乗で、6だから、で、プラス。で、3。2次の係数、2次が消えなきゃいけないんで、マイナス 3t 次を消すんだから、プラス 3t が0と。で、まあこっちは、イコール0は明らかに、実数解ないんで、t は3。ってことは、すなわち、アルファプラスベータが3ですよと。で、アルファベータが1ですよってことは、アルファとベータっていうのは、x2 乗マイナス 3x プラス1イコール0の2つの解。なんで、二次方程式、解の公式使えば2分の3プラスマイナスルート9引く4だから5と。で、でっかい方がこっちになるからちっちゃい方はこっち。ということで、今知りたいベータは2分の3引くルート5というふうにできましたと。まあ実際これ参上してみればもちろんこうなりますというお話でしたと。で以上です。ありがとうございました。